でもすごい楽しかった一日でした。生島さん運転ありがとうございますっていうコメントが最近いっぱい来るような待って、コウキンマンっていう名前の方がいらっしゃるんやけどなんだよ、それは。どういう一日でしたか？何してた、みんな。お待たせ、みんな本当にお腹空きました。部屋の掃除してたらって自分したいよしたいよ。うむうむうむありがとう、みんなおののふとご飯食べてたなんてすごい。釣り仕事、楽ちゃんの初仕事、あ、すごい。お仕事でカジさんの声、私の声を届け、鼻声ですけど、すごい、ちょっとラクチャー初勝利の話を少し聞きたかったな。ちょっと今度聞いてみよう。すごないそれ。ちょっと見てみてきちゃった。鼻が苦しくて泣きそう、泣きそうです。最近毎日見てる、本当に椿君めっちゃ来てくれる、ありがとう。あ、昼間最後に配信した時間だったんだ。そうなのか、昼間最後、あ、あの直前のやつか。そうなのか。かきかきこんばんは、立ちつてとーい、心も近く感じる。カップケーキの評判、あ、まだ渡してないの。一緒に泊まって、カジがペコパさんみたいな、なってた。ペコパになりたい。ペコパになりたい、どうやってなれる？ポジティブになれるんだ。YouTube で毎日見る。カジパ。カジシマパンツみたい。そういうこと考えるからいけないんだろうね、多分。すいません。どうも、今日はくまりさんと一緒だったりしました。実はあとはフリー漁していました。みんなが大好きないつ披露するんだろうねおすすめし、おすすめ、お楽しみか、お楽しみにしていてくださいね。神子さんの広告、あ、やばい、これ絶対見なきゃ。君を好きと言えない、物語は続いてて、かっこいいな、物語さ、何変えてって、かっこいいな、物語さ。エモい曲を歌いたい。後日リコーダーでやりましょう。やりたい。今日は何のリコーダーを吹こうかな。鼻が治らなくて、なかなか鼻水が。ルル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 。あ、石丸
の妹です。チカペちゃんに会いたい、誘ってみようかな、ご飯。忙しそうやんな、でも今チカピに会いたい。チカピ LINE してみよう。チカピちゃんに会いたいんだよ。なんか私今日なんかすごい変な人だな。なんか眠いよ通り越したんだよね。なんかチカピちゃんに会いたいな。うん、めっちゃもう鼻水は続いてて、スパガさんとのイベントが決まっている。え、本当ですか。今日で家事連続ショールーム2年。明日なんですよ。あ、じゃあ明後日か。あれ、明後日か3日ぐらいまで。明後日なんだ。そうなの。え、待って、アプが2期かな、それ。すごっ、エスポカさんなの。なるほど、画面しよう。そうなの、なんか3日ぐらいな。私も最初ね、20年記念おめでとうとか言ったらね、あと明後日やった自分で把握してなくてやばいよね。いや、この2年毎日配信開始まで続けさせていただきましたけども、母親から見ていてどうでしたか。よく頑張ってるねって言ってくださってます。ありがとうございます。間近で見ていたので、そうですね、ご迷惑をたくさんおかけしましたが、無事に2周年迎えることができました。もうすぐですけど、ありがとうございます。はい、頑張りたいと思います。3周年目迎えられそうですかね、わかんないですけど、はい、頑張りたいと思います。そうです、クマニキツマンの時に丸2年です。そうです、その気持ちをエアハナリコーダーでどうぞ。プー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 ですかね。まあまああんまり喋りたくないんですよ、そりゃそうやけど。あ、これが噂のママですよ。巷で噂のママです。取り手すごい噂になっちゃったすごい楽天ライブで、え、やったー、ニッキースパガさん最高。取り手りママだよ。そうだよ、ちなみに今日は取り手だったのかな、多分絶対違うと思うよ、はい、そうか、このショールームの配信切っちゃったらやばいんだよね。もうできないんだよね、ちょっとやばいな。ラジオ配信は多分ダメだった気がするんだよね。どうやっていこう。これは開ける、ちょっとこれはごめんね、これも開けた。あれ出れない、あ、引っかかってた。おでこに画面つけちゃった。風島の目だけでもよかったら、ラジオかって書いてるって。マジで、じゃあちょっと一瞬だけラジオにしましょう。あの、ちょっと手だけ洗いたくて、ただいま、なかなかね、手をね、洗う配信ってないよね。急げ、お腹すいたな。あー、寒い。
なんかテレビ見てる。何のテレビ見てんだろう。よいしょ。よいしょ。そうね。手洗いうがいはめちゃくちゃやるタイプなんで私。ごめんね。これないと私多分無理。したいんですけどいいですか。すいませんね。うん、オッケー。とりあえずオッケー。ちょっと寒いっす。寒いな。とりあえずただいましよう。この配信を切ったら終わってしまう。配信は切れない。そういう映画が、どうも風島アンモズです。お腹すいたな、帰ってきました。無事に鼻の下かゆい。無事に帰ってきてまい、あ、これなんだと思う。クレベリン。今日ね、久しぶりにカリ姉さんに会ったんです。あの、全員集合されてました。よいしょ。そうか、今日この配信は12時半くらいまでやろうと思っているので、よかったらお付き合い願います。よろしくお願いします。はい、ありがとう。あれ、パソコンあっちか。わお、LINE が。LINE を返せなかったね。どうしよう。見た。30分までならもう一周できるって。パソコン。ちょっとパソコン取って聞きつく。ごめん、って感じた。いや。皆さん、カジシマのために起きていただいて、本当にありがとうございます。ちょっと遅くなっちゃったんですけど、本当に来てくれてとっても嬉しいです。はい。今日はね、リハーサルと取材に行ってきたんですけど、とっても楽しかったです。そして人狼もね、やったんですよ。人狼さ、もうボロ負けしてへこんでました。私のせいで負けちゃったんですけど、そう、泣いた。そしてですね、3月8に静岡、まだまだツアー、3月8に静岡、そこからまだまだあります。3月15千葉、3月29渋谷、4月4日いわきのチケットただいま発売中です。っていうのために起きてたやろ。ありがとう。あと1ヶ月ぐらいですよ。そうですよ。あのカジはライブに本当に来てほしくって、特に3月15の柏、そして3月29の渋谷、3月29の渋谷はちょっとマジで来た方がいいと思います。特にじゃーん、仕事開運お守り、これ成田さんで買ってきたんです。はい、これを持ってたらきっとお仕事もうまくいくだろうなと思って買ってきました。よしよしよし、これで私のお仕事うまくいきますように。カジシマアヤがテレビなどたくさん出会えますように、レギュラーも取れますように、そしてお茶の間のカジに近づけますように、そしてアップアップガールズカッコ2期が
もっと大きくなって大きいステージに立てますように、よろしくお願いします。あと家族みんな健康でお願いします。どうかな、叶うかな、ここに置いておくか。欲張りでしょ、私欲深いんだ、ダメだね欲張り感じです。みんなが鹿島のことを好きになってもらえるようにっていうのは本当に大事だね。お腹が空いたな。あ、あとじゃん、これ交通安全お守り。これは私は車を運転運転するようになったので、これを持って車にこれをつけてブンブン走らせていきたいと思います。イエーイ。最近あんまり運転してないんですけど、車につけるの大きいのかな、いやこれちょうどいいかなと思って、ちょっと目が黒くなってきちゃった、だいぶレッスン頑張ったから。これを、持って車に置いておこうかなと思っております。はい、そして今日映画を見ました。乾きっていうやつ、なんかちょっと怖かったな、大変な映画だったこれは U-NEXT でちょっと息抜きに見たんですけど、乾きっていう映画を、なんだろう、そう、小松菜奈さんが出てるやつ、いっぱいこう全部ガッツリ見たっていうかちょっと怖いとこがいっぱいあったので飛ばし飛ばしですけど見ました。なんか不思議な映画だったし、ちょっとすごく怖いなって思ったりしました。でもちょっとショッキングな感じがすごく多いシーンがあったんですけど、でも見てわーってなったからおすすめというか、カジが最近見た映画を紹介しておこうかなって思っております。ホラーが好き、ね、ホラーではないんですよね。そうそうそう、あと気になってるのはパラサイトです。皆さん見ましたか、パラサイト。イベントではロックくん、あら久しぶりだ、ロックくんイベント頑張ってます。はい、皆さんと一緒に、その人間の怖さ的な感じ、その渇きっていうのは。パラサイト、オスカー取ってたね、猫来てますね。パラサイト見たよって人、泣き声怖い、ミミちゃんちょっと泣き、夜泣きがすごくて大丈夫かな、何か見てないだって。どうしよう、私見れるかな、ちょっと怖いシーンがあるって聞いた。見たいよね、でもなんか見といた方がいいかなって思うような映画っぽいよね。うん、でも私あんまりこう、うん、ちょっと怖いんだけど見れるかな。今まだ映画館でしかやってないから DVD 借りるのを待つか。今すごい話題なんだよ、パラサイトって。そうそう、えらいでかいイベントで出てます。そうなんです、そうなの。どんな映画なのって簡単に
あらすじだけ言うと、すごい貧乏さんの家族とすごいお金持ちの家族がいるんですけど、貧乏の家族の人たちがお金持ちの家族の方々のところに帰省するでいいのかな、なんかこうすごいあの手この手を使って侵入していく話、っていう感じで合ってるんかな。やっぱね、予告編見ただけじゃあらすじもよくわかんなくて、仕事で入っていくんじゃないの、多分そうだと思うんだけど、そうね、合ってるのかな。ホラーではない、ミステリーかな、韓国の映画なんです。ものすごい話題になってるので、ね、パラサイト予想っていうか、こあれなんかこんな感じって言ってなかったっけ、どうなっちゃうんだろうね、怖いよね。でもなんか予告編で血とか出てたから、家族が地下に住むの？あ、そういうこと？そういう話なの？大体合ってる？メガネ君、大丈夫？これ、あ、カイジ、また嘘で。こういうの苦手だよ、私もちょっとね。うん、でも私、もともとは青春映画が好きなの。青春恋愛映画が。うん。で、最近見た映画、U-NEXT とか Netflix とか入ってたりとか、映画も見に行くんだけど、ん？半地下っていう家の作り、え、怖っ、めっちゃ怖いじゃん、そこに住んじゃうってこと、え、怖っ、何それ、怖っ、パラサイト、今までで好きだった映画、あ、なんだろう、でもこの間あれ見てすごい面白かったなって思ったのあったんだよね、あの佐々木希美さんが出てる、出てた、すごい昔の天使の恋、合ってる、あ、アバターもらってくれてる、ありがとうございます、天使の恋かな、天使の声に合ってんのかな、お宅に声は難しい、あ、もう絶対見る、それ絶対面白いじゃん、アニメ見てたからね、天使の声とかすごい面白かったなあ、こないだ見た時びっくりしちゃった、そうね、天使の声はめちゃくちゃおすすめするかもしれない、えさっきだって、ビオレットエヴァーか、あ、ちょっと夢か、あ、谷原さん出てた、そうだ、そうなんだ、え、ヴァイオレットエヴァーガーデン、へえー、すごい、なんかいろんな名前ある、待って、めっちゃギフト来てる、ありがとうございます、待って、スタンドダワ君ありがとう、ジージさんが、ジージさんがだるまくれてます、ありがとう、ダワ君がめっちゃハートくれてます、愛をいただくぜ、ゲットタッチ、トーカツ君かわいいただきました、ありがとうございます、めっちゃくれてる、ありがとう、本当に鼻詰まってきちゃった、ハサチン転んでありがとうございます、ホソチチジさん、ダワ君、わー、
めっちゃくれてる、嬉しい。ほのじんもありがとう。トーマくんもだ。ありがとう。もらっちゃいます。とかね。あお。最近面白いなって思ったのはそれかな。わあすごい面白い方です。天使の恋。めちゃくちゃ、まあ、いい映画だなって思いました。うん、ポップコーン食べたい派です。疲れる。そうだよね、ありがとう。あ、酒井さんもだ、ありがとうございます。定理投げましたって、あ、12時超えましたか。やった、ありがとうございます。すごい、1572人見てる。わお、嬉しいですね。なんか映画いっぱい見てんだよ私、割と青春映画系めっちゃ見てる気がする。あの青ハライトとオレンジとかさ、そういうストロブエッジとか、なんだっけ、ピーチガールとか割と見てます。そういうの大好き、面白い。カマキは衝撃的な、ね、なんかちょっとすごかったよね。びっくりしちゃった。一休みありがとうね、本当に。エガルちゃんと静かにしてられるんかな、私。わかんない。わあ、お酒井さんありがとう。だるまてるさんがたまちょ隠れてます。ありがとうございます。返します、推薦青春リスト、青春映画リスト。いやー、いい映画いっぱいあるよね。でもちょっとあれを見てないのがちょっと悲しい。春末僕ら。あれドラマじゃなくて漫画見てて。めっちゃ伸びてる、助けて。あれ、実写化まで見てないんです。早く見たくてたまらないです。春末僕ら。そうそう。あ、そういうフォン。テレフォン。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。トーマくん、ジジさん、そういうフォン。コソチン、ありがとう。本当にみんなのおかげで。そうな。好きな青春映画。わあ、いっぱい飛んでる。鼻水垂れてきた。みんながいっぱい飛ばして。よいしょ。あれ？キムタックン気になるって、それうちのばあちゃんが言ってたやつ、キムタックンって言ってたから、あ、キムタックンのやつ見てるんだって思ったら、キムタックンっていうそういうなんかドラマみたいなかったみたい。だからばあちゃんがそう言ってたよね、ずっとキムタックンがキムタックンがキムタックンでしょってずっと言ったんだけど、違ったの、本当にキムタックンっていうのがあったんだよっていう話。うん、鼻水だよ。そういうフォーありがとう、嬉しいです。とっても放送チームもありがとう、ほんとにジジさんもトモチョコこれはニキビできるわって、ちょっとニキビできた、ここに鼻かいでしょ、ちょっと噛んじゃった鼻。いやー、私の好きな映画を割とこうリストに出したいよね。相当見てると思うんだけどな。そう、でもパッて思いつかうんだよね、全然。ちょっと履歴を見返さないとな。感覚ドラマらしいです。パンのやつ話なの？そうなの？そうなの？ちょっと今度話させてね、私の映画の話を。映画売る、え、
オラも見てた。そうなんだ。私ね、見てなくて、亡くなったおばあちゃんがずっとキムタックンって言ってたんよって、誰も気づいてあげられなかったの。あ、キムタックのこと言ってるのかなってずっと思ってた。でも、おばあちゃんに言っておけばよかったってすごい思った。ヤンタン聞いて面白かったこと覚えてる。ありがとう、嬉しい。ヤンタン。ベルタの嬉しかったな。映画あんまりわかんないから聞きたい。うおー、でも天使の声はおすすめしとくね。最近で面白かった。そうかな。やばい、くしゃみ。いや、もう。はい。春松僕らを見損ねたの。バスケのね、もともとバスケの少女漫画なんだけど、そうそう。めっちゃ漫画買ってって見てたんだよね。V 振りだ。V 振りしてた。そうだ。あれか。なんだっけ。クリーピー。あれも怖かったわ。クリーピーだっけ、やってる名前。あとあれか。スマホ落としただけなのにとか。あれもすっごい怖かった。コンクールで聞いたのドラマ。あれかな。10の約束。いやー、でも、最初本当に、あ、なんか、これ淡々と進んでいく恋愛ドラマだなって思ってた。恋は続くよ、どこまでもが。割と面白くって、楽しみにしてます。あとはもう絶対レイドはね、昔から好きだから、今シーズンも面白いよっていうところはある。で、10の約束が今日だったんだよね。だから早く見たいっていう気持ちがある感じ。そうそう。あとは、テセウスの船。あれさ、めちゃくちゃちょっと、えぐいね って思って。あ、僕の初恋はお君に捧ぐね。あれね、そうね、あれ見たよ、私も。もう忘れない気がする、一生。テセウスは面白そう。テセウスはもうまたすごいのよ、すごいドラマが出てきたなっていう感じ。もう早く結末知りたくて心が。ママ島さんはドラマ好きですね。私と一緒くらい見てると思う。あとあれか。健やかなる時も、みたいなやつです。いかなる時も、みたいな。なんだっけ。あれ面白いです。どうなるかな。これからって、すごい思ってます。気になる。あとはホームルーム。あれもなんかすごいことになってるから、ちょっと見て。あれは、ちょっと怖いな。ちょっと怖いな。っていう感じ。ホソチの指が取れちゃう。あ、ま、パソコンでやってるんかな。どうなんだろう。ありがとう、本当に。あと何見てたっけ？ホームアローはね、千夏んちで見た。結局怖いの見るんだね。だからね、あれで見ない。テレビで見ない。TVer で見れます。画面ちっちゃくしてね。あとなんだろう。あと何見たかな。あとあれ、念仏。念仏唱えないでくださいって。病室で念仏を唱えないでくださいって。あら、見てます。あ、割と私見えますよ。でも、こう、1話を全部一気に見ることっていうのがなかなか時間がなくてできないので、本当に、こう、ちょっとずつ分割してみたりとかしますね。うん。割とちゃんと見てます。あと、テレビが好きなの。だから、スマホ触ってる時間よりも、テレビ見てる時間の方が私は多分長いと思うの。逆にバラエティ番組もすごい見たいタイプだから、
めちゃくちゃテレビを見ています。そう考えるとすごいよね。アニメはまだ見つけられてないな。早く、なんか新しいアニメ、私の好きなアニメ見つけてください。私目が疲れそう。でも割とそうだよね。ショールームは割とずっと画面見てるけど、ドラマ出てみたいけどね、ドラマ。でも私、演技もどうなんだろう。やってみたい気持ちあるけど難しそうやね。社会派ばっかみたいな。アニメ、姉ちゃんがあんまアニメ最近見てるの見ないからさ、あんまり見れなくて。俺とエヴァーガーデン、ちょっと見とこう、見てみよう、それ。鬼滅の刃見てない。え、夢やじゃ、よ、さ、いじってますね。いじってますね。さあね。いやいやいや。あれ、私まだなんかもうちょっとありそうだったけどな。ドラマでもこれぐらいか。あとは、バラエティ番組をバーって見てる感じかな。恋愛が小さな声のメロディーは唯一指で持ってわかんないそれ。おしぶどう。ああ、これ見た方がいいかな。ちょっと見るか、それ。ね、なんか今すごいよね。おしぶどう。洋画はあんま見ないかな。ね、見た洋画本当になかなか見る機会なくてさ、押しぶどう見よう。30分までやろうかなって思ってるところです。鼻水。星ぶどうだね。ちなみに干しぶどうはうちのママの嫌いな食べ物です。ちょっと集めてくれてありがとう。今何時なんだろう。逆に私はレーズンも大好きですし、もちろんプルーンも大好きです。そう、プルーンも好きだよ。危ないでか。ああ、見たことあるかもしれない。あと、あれ好きだ。なんだっけ、あれ。久保田さんって出てるのと、佐々木希さんが出てて、刑事のやつ。なんだっけ。コードブルじゃなくて、なんだっけ、こう、カタカナ。あと、お一人の名前を忘れてしまいました。主演の方の名前を忘れてしまいました。昔からいらっしゃる。ラストコップ、それ、それそれ。あれ、すごい面白かったなって思い出したのを思い出しました。ラストコップ、あれすごい面白い。ラストコップね。まあ、よく私が言ってる気がするけど。ああ、ラストコッパ面白かったな。あ、でも全、なんだっけ、あ、違うな。ロボットの警官の話、あ、そうじゃないな。そのヒントで見つけたのすごい。確かに。確かに、結婚できない男。あ、見てましたよ。見てた、見てた。あとなんだっけ、気がする。忘れちゃった。科捜研の女はちょっとだけ見たことある。そんないっぱい見たことないかな。うん、おめでたい背景。なんかあさって2周年迎えるんです。そうそう、
2年毎日ショールームをやったよ、おめでとうっていう記念が来るんですよ、もうすぐ。はい、そうなんです。でも私的にナンバーワンドラマは「夏の恋は虹色に輝く」。あれをすごい割とちっちゃい頃に見てたんですよ。まあそうなんですけど、それでドラマが面白いってことに気づいたんだけど、それがめちゃくちゃ面白かったのを覚えてる。なんか心が動かされたドラマだったなっていうイメージ。そこからドラマにハマったんだ私。あの方すごい素敵だなって思って、竹内結子さん合ってるかな、名前。めちゃくちゃ、すごい素敵な方やってすごい思ったの覚えて。綺麗な人が好きなの。そうなんですよ、私も本当にああいう顔の方めっちゃ好きなんですよ。わかりますか？そう、そこでハマりというかドラマにハマったというか、いっぱい見るようになったのを覚えております。顔じゃないです、顔じゃないです、素敵な方だなって思ったんです。意外とめ、だって可愛いんだもん、その時はすごい思ったんだ。もちろん今も素敵ですけど、その時はすっごいすっごい綺麗な方やって思ったんだ。顔もだよ、顔も、も。そっからいろんなもの見るようになって、あと、めいちゃんの羊が、めちゃくちゃ私は最高に好きでした。めいちゃんの羊。あれ、超良かったよね。梶島的最高じゃない？わかると思うが。めちゃくちゃ、私好みの方々がみんないっぱい出て、女優さん、こじはるとか出てたよね。もう超可愛かったって。お嬢様なの、お嬢様。あ、羊さんとお嬢様の話なんだけど、いっぱいこう何組もいっぱいあるの、お嬢様と羊さんのお話なんだけど。そう、めちゃくちゃ好き、あれめっちゃ面白かったよね。よねって言って面白かったんだ。とかね。そう、ドラマはずっと見て。梶島屋は出てましたよ。そうだね。だからストーリーもすごい面白かったんだって。そうなの。嘘、臭くないよ。ですかね。でした。はい。ドラマ大好き、梶島彩でした。で、梶島は何かドラマオファーがあるんでしょう。実はって言って、ね、全く来ないんだけど。ちょっと誰かお会いしてお仕事ください。お仕事。お仕事ください。カジドラ。梶島は何かアプガーでドラマやりたいです。全体で。ワールドチャネリングその後オファー来ないですね。花リコーダー役で出てほしい。どうやって出てくるんや。ああ、お時間来てしまってますね。
戦隊ドラマ良くないですか？私なんとかじゃ、あれ違う。私なんとかレンジャーみたいな。リコーダー戦士。ちょっとキューティーハニーにちょっと今影響されてるからさ。なんとかレンジャーキューティーハニーに今ちょっとなりたいから私。そう、キューティーハニーに今ちょっと影響されてるからさ。鹿島さんはイエロー確定。マジ？黄色？黄色か。私何色っぽいですか？黄色っぽい？黄色ってどういう人なん？元気いいの人？魔法少女やって。緑か黄色。おー、いいね。え、黄色なの？ピンクか。あ、そっか、うちピンクか。そうだよね。うん、思ってた。こうやってもらった時に、え、私ピンクってやるんでしょ？あ、セリフ決まったわ。ピンクなんて着ないからとか言って。誰かが連れ去られた時に、やるしかないちゃん、なんとかなんじゃ。なんだかピンク、いや、レッドゴー、ゴーみたいな、そういう感じで。だってピンクだし、リコーダーも。きっとそういうタイプか。ああ、オファー待ってます。カレークネルって言われた。いやで、来た後に似合わないとか言われるんだろうな。ああ、面白い。ということで、皆さんありがとうございました。くすむな、くすむな。うちの姪っ子とテンション同じ。やめて、5歳って。だいぶ前だな。はい。あ、明日はとりあえず8時からまずショールームさせていただきたいと思います。ちょっとその後がね、できるかわかんないんですよね。ちょっと、鹿島的のご都合で。申し訳ない。ちょっとどこかでできるところを。見つけようと思います。とりあえず8時からはもちろんやらせていただきますので、ぜひご覧ください。お手を拝借。せーの。以上です。ありがとうございました。おやすみなさい。30分ぐらいはやりたいです。